ブル様が飛びますか。ブル様が卒業式のお土産に飛んだ。まあ獄門島のね、もう全てをこの強子にぶつけていく、そんな気持ちなんでしょう。ブル中野、ブル中野の持っている獄門島のスピリットを全てこの強子に今日は伝授しようということなんでしょうか。あるいは強子はそれをどういった形で受け止めるのか。かなり遠いところからコーナーに乗って待ってますもんね、ブルさん。ギロチンの体勢ですよ、これは。これはですね、6メーター四方のリング丸々1辺分ぐらいありますよ。投げっぱなし、ワンタスープレックス、電光石火。ロープに登るのに何秒かかったのでしょうか。あっという間の出来事でした。そして横たわっているのはブル中野。ムンジと起き上がってナイアガラドライバーを発見したものの、うわー、垂直落下式。あ、この技もブル様よくやりますよ ね。これなんて言うんでしょうか。強烈に頭を垂直に打ちつけてしまった。ギロチンドロップを高らかに宣言したブル中野の、うわー、ギロチンドロップ、これは失敗ですね。よく見ていたか。あー、ナイアガラ持ち上がらないか。さすがに持ち上がらないか。うわー、すごい、いやー、強子持ち上げましたね。一回持ち上がなくてもう一回戻してうんって、はい、要するに力持ちなんですよね。体勢さえ整えれば相当の体重の人持ち上げちゃうんじゃないですか。あー、強子はしかしもう一度ナイアガラを狙おうというところですけれども、ここはうまくブル様がディフェンス。あー、ピョーンと飛び乗ったんですが、おお、この辺りはさすがにね、まあお互いの手の内というのはよく分かっているんでしょう。あっという間に15分、場外で DDT。 ブル様のまああのピーンとた、お、拝んでますよ。あー、場外になんとなんとギロチンドロップ、ご愁傷様という意味なんでしょうか。両手を合わせて、あ、まだやりますよ、まだ行きますよ、もう一発。これブル様も痛いんじゃないですか。これでも生涯硬いですからね。ギロチンドロップ2連発で井上京子場外で大の字であります。考察大の字。あー、そして自然発生的に湧き上がってきた強子、チャチャチャ。あー、セコンドには 3AA タッグの同士井上貴子が今強子を励ましていますけれども、うん、貴子の声はこの強子の耳に届いているんでしょうか。あー、ブル様が試合途中にもかかわらずマイクを取った。ちょっとグロッキーは、ちょっとグロッキーは井上京子。試合は一転、やはりブル中のペースになっていくのか。ブル様、あ、今しっかりと距離を測りました。じっくりと距離を測りました。完全に京子はグロッキーだ。なんでしょう、ローリングギロチンかな、ノーマルのギロチンです。あ、今どうしました。おお、ワンで返した、ワンで返した井上京子。場内大ストンピングの雨あられでした。今やっぱりメッセージをキャッチボールしてますよね。上がってこい、ギロチン受けろっつって受けたら今度ワンで跳ね抜けるとかね。いやいやいや、目に見えない会話ありますよね。ギロチン受けた。京子どうする、ワンで返す。井上京子が吠えるぞ。吠えている井上京子、ラリアットからエルボーだ。うわ、ラリアット。ブル様も黙ってはいません。あ、ローリングギロチンですかね、これね。
あムーンサーローリングギロチンのポーズかな。まさかこれも強固に惜しげもなく、うわー完璧にヒットした。おっと危ない。いや今私村山大地右手キャンバスについたかと思いましたけどね。かろうじて 2.9 井上京子返していった。ブル様ローリングギロチン返されるなんてのはね、これはちょっと精神的にもね生優しいことでは済まないんじゃないでしょう。これはもう一度ボディープレスから、あームーンサルトですよ。ムーンサルトは、ムーンサルトは受けない。これはさすがに受けたら返せませんもんね。あカンパーナか、カンパーナか、あスパイダーネットか、カンパーナですね。いやですギブアップのやつですよ。ギブアップのやつですよ。何でしたっけ。スパイダーネスト、あスパイダーネストですかね。あまり決まってない手が、あまだちょっと首に手が回っていない。まあこの辺りやはり体格の大きいブル様。うん、しかしこれどうですか、ブル様もまあ強子もナイアガラドライバー出しまして、ブル様もローリングギロチンまで出して、ね、ギロチンあんなに使っちゃってローリングエルボー、あローリングねギロチン あそこまで出しましたよね。ブル様もこれはちょっとですね、長いレスラー人生においてもですね、ここまで手の内を出してなおかつ返されてまだ試合が続いている、このおっ、いや強子ってのはなんでこういうことができるんでしょうか。そしてこの人はまだなんかスタミナ残ってるんですよね、これがね。ああ高々と持ち上げた、完璧に持ち上げた、ナイアガラドライバー完璧に持ち上げた。いやーブル様も返す、カウント2ですよ。20分、山田さん、はい、これは勝負決まるんですかね。いやどうなんですかね、お互いもう必殺技も尽きてきましたよ、ああもう一回また上がった、あうわすごい、2発目ナイアガラドライバー、これはもうダメか、世界の女帝京子の必殺技を真っ向から受けて、そして真っ向から返している、逃げも隠れもしません、お互いがお互いの必殺技を真っ向勝負、これはもうね大リーグ級ですよ。あー完全に決まったか、カウント3、京子ついに世界の女帝を超えたのか、カウント3、ナイアガラドライバー3連発、いやーセーボコンも突き果てたというこの両選手であります。あー斉藤さん、ついに京子やりましたね。いやちょっと今言葉を失ってました、ギロチンをやった分、京子もあのプルさんがギロチンにこだわった分、はい、京子もナイアガラにこだわりましたということで、山田さん、はい、いやー最後壮絶ナイアガラドライバー3連発、ね、あの重いブルをですね、この終盤20分過ぎに3回ナイアガラドライバーで持ち上げる強子ってのもこれすごいですね。そうですね、どっちが勝ってもおかしくなかったですね。はい、まあ、それにしても井上強子、これはね、まあ、タッグのベルトを今日腰に巻いて入場したわけですけれども、名実ともにですね、これブル越えも果たし、もう前場のですね、これはもうトップ宣言と言ってもいいんじゃないですか。いやーブル様これどうでしょう、山田さん、満足そうな表情と言って、なんか嬉しそうな顔ですよね、なんかねこんな風に見えますね。あー京子が今涙こらえきれずに、あーもう顔がくしゃくしゃになるのを必死にこらえている、そんな感じの表情にも見受けられますが。